ヌーボーロマンは、第二次世界大戦後のフランスで発表された、前衛的な小説作品群を形容した故障で、アンチロマンと呼ばれることもある。1957年5月22日、ルモンド史上の論評において、エミール・アンリオが用いた造語。実際には、明確な組織、マニフェスト、運動があったわけではなく、従来の近代小説的な枠組みに逆らって書いた。 同時代の作家たちを総称するためのジャーナリスティックな故障であるが、1963年には、新フランス評論誌などでのアランド・ヴィコール・グリエによる論争的評論が新しい小説のためにとしてまとめられている。上記のロ・ブ・イコール・グリエをはじめ、クロード・シモンやナタリー・サローと、ミシェル・ビュートール等が代表的な作家とされ、広くはサミュエル・ベケット、マルグリット・デュラス等を含むこともある。 上記作家の小説作品の多くが真意や草書から刊行されていることは単なる偶然ではない。作者の世界観を読者に押し付ける伝統的小説ではなく、プロットの一貫性や心理描写が抜け落ちたある種の実験的な小説で言語の冒険と呼んでいい。その技法は意識の流れの叙述や認証小説、客観的な事物描写の徹底など様々だが、 読者は与えられたテクストを自分で組み合わせて推理しながら物語や主題を構築していかざるを得ない。サルトルやバルトラに擁護された面もある。1960年代後期以降はヌーボーロマンの動向をより批判的に発展させたフィリップ・ソレルスを中心とするテルケル派に活動が継承された。しかし1970年代入るとフィリップ・ソレルスが マオイズムに傾倒し、テルケル派も政治的な色合いが濃厚になる文芸活動としての側面は次第に薄れていった。ただ、ヌーボーロマンはそもそも党派性が薄いものであり、個々の作家の作品自体もモダニズムを積極的に引き受けることで小説というジャンル自体の進歩を目したものであった。それゆえ、テルケル派以降、個々の作家は各々の方法論のうちに、 さらに沈遷していき、結果として、商業主義とは完全に相反するものとなりながらも、この上なく深い小説的な言語によってしか到達し得ない思想的な領域を開拓していくこととなったのである。ありがとうございます。